こんにちは。今日は川越に来ました。イエーイ。幼馴染の瑞希です。こんにちは。こんにちは。声低めです。イエーイ。ということで行ってきます。ブリュレです。でもかけた。自分の食べていい？いいよ。いただきます。おいしい。あったかいんでしょ。うん、うん、うまい。うん、めっちゃ美味しいよ。このお芋さんの1個でお腹空になる予感でしょ。うん、団子食べれないと。おいしい。うん、意外といけんじゃない。うん、団子くらい甘いから。しょっぱい。プリンになったんだ。うん、そう、前にずっとオレンジやってたからさ。うん、オレンジっぽいでしょ。うん、もう抜けないんだよ。うん、全部食べないかな。なんで、もう全部食べちゃうよ。食べれる。うん、いろんなの食べないといけないじゃん。持ち帰り。なるほど。だから食べ無理しない方がいいよ。確かに。まずあと一口やめよう。食べられる気やろ。それで後々最後の方にめっちゃ美味しいみたいな。そう、めっちゃ食べたいの出てきて、車の中で気持ち悪いってなる。ちまちま、ね、いろんなの食べてこう。そうそうそう。ってことでこれは不眠。後々食べたいのが食べれなくなる。俺絶対ないそれ。でもね、今は全然これ食べたいけど、お団子屋さん行きたいからね。決めよう。では次の場所に行きたいと思います。絶対これ全部食べたらお腹いっぱいになるよ。絶対なる。うん、でもこれは食べるしかない。あと何食べる？いちごも？いや、ベーグル。うん、ベーグルは定価です。じゃあ駄菓子屋さん行こうか。駄菓子屋よかったです。うん、美味しい。うん、美味しい。食パンも味ない食パンが違う。そうそうそう。の Vlog はうちのママがミーさんだってなってると思います。あ、ごめんなさい。あ、言っちゃう。ママじゃじゃーん。こちら1500円分の駄菓子です。それでわかる、はい、いくら1500円。うえー、単価20円とか30円で、すごくない？50個やば。爆買いしたね。爆買いしました。駄菓子で1500円買うってまんますごい。うん、難しい。うん、あ、でもよく食べてんだ。うん、
いいじゃん、なんか店内が見えてね。うどんです、お茶です。なんかさ、すっごい変なこと言っていい、なんか私って人より歯多くない？人より歯多く見えない、口が横にでかいのか。おさなです。お腹の中にいる時からのおさなじみです。私の方が1ヶ月ちょっと遅く生まれました。はい、私の方が先です。年上です。もうすぐ、もうすぐね、私行くから先行かしてもらうわ。27歳になります。はい、来てしまいました。ついに。抱負はありますか？抱負ですか、はい、あ、車の免許を取る。頑張ってください。頑張って、今年中に取る。頑張れ、頑張る。そしたら練習行こうか。うん、そして。それではうどんを食べたいと思います。ユキの2人ってさ、みずき4人いたんだよ。でも4人だけかもしれない。え、4人いたら相当。何人中？うちら何人なの？6組ぐらいだったの。いや、5、うん、1クラスに1人くらいじゃない。みずきってでも結構、今年も会社にみずき1人いる。いるよね。うん、私も意外といるんだよ。雪の、だいたいみんな雪の、そうだね、雪の、雪の、雪のなんだよ。まあ、よかった。高校から全員雪のになっちゃって、でもみんなそうだよね。そうそうそう、雪のちゃんっていう。そう雪のだもんね。雪の。でも世間一般には雪のだよ。いや、うん、着信なだけで自分は。でもなんだろう、それって親のイントネーションかな。うん、親が一応決めてるよね。それ。雪子はいる。今いるか。ユキコはいるけど、ユキノはいない。インターネットじゃない、名前の名前、ユキコはいるみたいな。それさ、ユキノ、ユキノって上がってくのかな。ユキノ、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 この後行きましょう。あ、ベーグル、ベーグル、あ、ベーグルかも。もうちょっと奥行ったところかな。何が？え、福沢店の店。奥だと思うよ。そうだよね。本当に食べるの？え、本当に食べる、家で食べる。口に入れたら溶けてくみたいな。なんて言うんだろうね。やばいよ、痛い。え、でも指も反らないもんなの。反らない。やばくない？やばいよね。やばいよ。でもさ、反ってる、同じぐらい反ってる。いや、俺も痛いもん。え、これはもうなんかイナバウアーだもん。でも手首も同時に連れて行かれてるよ。この読めない感じのお店で購入しました。こちらかわいい和三本。あ、それがそれなんだ。はい、それがそれです。かわいい。こちらがスイートポテト。ああ。夢よか。はい。以上、1400円分購入しました。爆買い。本日の収穫。爆買い。川越プリンを強くない？
害プリン食べます。お芋のチーズ、お芋It's not a fault that you were stuck inside itしたら10円くれんだって。交通費なんかかかる。プリン買いました。ゲット。ずっしり美味しそう。早く食べた。やったね。川越プリン、はい。ということで今回の動画は以上になります。プリンも買って、はい、いっぱい観光しました。いろいろ食べたね。ね、美味しかった。またどっか一緒にお出かけしたいと思います。お願いします。お願いします。バイバイ。チャンネル登録してください。お願いします。バイバイ。そう。It's not a fault. It's not a fault that you were stuck inside.